はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルオープン主のピヨタです。さあ今回もドッキリ神回避やっていこうと思います。じゃあ今回はですね25、26、27、28やっていこうと思います。ねえ、ちょっと残りがね1週間じゃキリ悪いんで、てか25から最後までやるとキリが悪いんで、ちょっと難易度も上がってきてるんで、今回は4ステージ。じゃあまず25、乙女回避ステージ25、乙女回避トースト少女とめっちゃくちゃ陽気に何でしたっけ、流星ダンスを踊っているこの男の子ですよね。ねえ、今思うんですけどもね、食パンを加えながらとか絶対ないですからね。ちょっとスタートしましょうか。どうす、行ってて、回収普通に連れ去られましたね。ナチュラルに連れ去るってなんだ。まあ何かしらやるのは確かですよね。エンコー、開けなさい、警察です、警察で、開いた、チョコレートが欲しい、開いた、鍵ちょうだい。おばちゃんかよ鍵じゃねえの。あ、鍵取れた。え、まさかできんだ。えいおばちゃんえ、おばちゃんちょっと待って、おばちゃんにぶつかると思ったのに、もうなんかなんなんだよ、おばちゃん最強か。なんかおばちゃんがもはやもう最強すぎてね。じゃあ何におばちゃん使うんでしょうね。あ、ゲットできた。じゃあお姉さんセット、ドン、あー、ガチャ。心配してくれよ男の子の方をもうネタか。そっか、じゃあ一キャラずつ手に入れたらやってみたいですね。面白いわあー、笑える。じゃあこの鍵何に使えるんですかね。ちょっと全部回収するだけしといて、使える場所ん、あ、今使えた、ここか。ラジカセ、じゃんじゃんじゃかじゃか、じゃんじゃんじゃかじゃか、うるせえよこの野郎取れちゃったよ。やりましょう、受験生。違うな、オタクだわこれ。典型的なオタクみたいな感じだ。小太り、メガネ、アニメ T シャツ、どす、いけば、う向けよ。オタクめちゃくちゃピクピクしてんじゃないですか。まあオタクはバカにしてるわけじゃないですよ、こっちは。こっちもアニオタっちゃアニオタなんでね。うん、なんだよピクピクしてんじゃん、かわいそうだほんと。跳ね飛ばされて見向きもされない、謝りもされない、さっきのお姉さんにやられた人みたいですよね。で、あれですね、ここの鍵を使って開けて CD 入れて、オタクがうるせえなこの野郎みたいなことやってるうちに、オタクんちからチョコレート拝借して、お姉さんお姉さんチョコレート、イエーイできたよ、隣にガチャガチャ回収あなたは誰に向かってハート出してんのかな。受験生配置できないできないか、これしか配置ができないのか、非常な現実だな。おばちゃんダメか。じゃあここに配置して、配置できないか、じゃあ配置しましょう。これで OK でしょ。痛い、大丈夫かい。いけましたねもう笑うしかないな。うわ怖い、びっくりした、やめてくれ、もういきなりちょいやめて、笑いながらだけども怖い、普通に怖い。26、割り回避2。明らかにもう剣を振る専用の人が見えましたけどもね。あれ普通だよっここは一緒、せや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 、
痛いよ。やめろもうこの広告やめてくれ。もうあの産地がどんどん減ってくんですけど、ホラゲーしてないのに産地が減るってなんてこったっていうね。よいしょ、割ってゲットして。でどうすんだ、アイテムがいっぱいです。せやいいね、市内でスイカ割るとかやるの。ヘルメット、まさかこうなることを見越してヘルメット。いや回避成功というか、あなたが砂に埋められることをまず回避しないとダメでしょ。マジか。じゃあ27いきましょう。サビ回避わさびですね。なるほど、今回は時計はルーペじゃないんだ。あれ、この紙一本はな、あのどこの何兵さんでしょうね。あれ、あ、タッチできない。じゃあ適当に回して食べましょうか。いっせーのせー、食べまっしょい。あ、全員、あ、でってれーじゃないよ、全員か、マジか。じゃあ全部外れってことですか。てか卵の寿司なのにわさび入ってたらおかしいでしょ普通に。え、じゃあどうすんだ。お母さん、ちょっと天ぷらのやつあげてくんないかな。あ、わさびが思いっきりあるわここに。あ、取れた、まさか。取れちゃうんだ。これわさびなしですよね。で、ざまあ見やがれ。よっしゃ、いけたね。ちょっと無言でしたけどね。いやー、ざまあ見やがれですね。じゃあ第28ステージ目いきましょう。苦手回避。椅子が、あ、開いたよ。いて、やばい、虫が飛んできた。あ、虫が飛んできたってリアルなんで気にしなくていいですよ。そっか、この子ドラキュラ。なるほど。ガラリー、椅子開かないかな。ガラガラで待ってて、おじちゃんが食べ、お前高速で食いすぎだろ。てか今更ですけど、一番右端のこの人、あれじゃないですか、どこの何子デラックスですかっていう。ラーメンが欲しいよ。普通のラーメン、ニンニクラーメン、スライムラーメン。あなたの顔がスライムみたいに青ざめてますけど大丈夫ですか。同類食べましょうか。スライムラーメンください。なんだろうな、なんだろうな、来たす。見ただけでBGM やめろし、もうゲームオーバーの BGM。 教会で復活。この人のね、あの真ん中のおっちゃんのハゲた頭で光が反射してこいつが死ぬことはないんですかね。さて、 OK ですね。 OKOKOK ドラキュラなんでね、ニンニクもダメでしょうけども、真ん中行きましょう。ニンニクください。ズルズルズル、うっ。でしょうね。ステージ28、苦手回避。しばらく待つ。あれ、なんだこれ、準備中。はあ、準備中。なんだろう、外に立てておくと誰も入ってこないみたいな。おじちゃんが出てくけど何も起こらない。え、てか消えてったじゃん。でここに座ります。はい。で普通のラーメン頼みましょう。まあ消去法ですよね、知ってたけどね。
ネタが多いからさ、やらざるを得ないじゃん。ズルズルズル。ズルズルズル。お、誰か来た。あ、なるほど、これのために必要だったんですね。なるほど。で、帰ろうかと。お題は？お題は？え、お前食い逃げ？つか、最後まであの、右端のナニコデラックスは何をやってたんだ？いや、ラーメン食べてたの知ってますけど。じゃあ、ということでね、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回もね、次回29、30、31やっていきますので、ご視聴よろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。じゃあね。